それでは加藤さんよろしくお願いいたします。正木さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。いやもう朝からすごかったんですよ、ね、もう本当に小林先生から続いて怖い話、ね、西浦さんから続いてなんですけども、今日ですね初めてこう無限寺祭りに加藤先生いらっしゃっていただけました、はい、改めて皆さん盛大な拍手でお待ちくださいませでですね、加藤先生は本当にね、去年、あ、今年に入ってからかな、はい、無限寺の方にお迎えさせていただいて、ね、ずっと大反響で、はいはい、もう予約が取れないという感じになっておりまして、ね、はい、ただでもまだ加藤先生が一体どういった方かっていうのを知らない方もたくさんいらっしゃる、興味はあるけどなかなかちょっとお会いに慣れてないっていう方もたくさんいらっしゃる、近寄りがたいそうそうそう、あとなんかいろいろね怪しいとかね、はい、本当なのかとかねいろんな ね、まあこういうね、はい、こう素敵な格好を常にされてらっしゃるので、ね、地味ですよね、はい、ということで加藤先生のご紹介なんかもさせていただきたいと思います、はい、で本日なんですが、加藤先生がどういったことをされてらっしゃるのかっていったこともそうなんですけども、はい、実は来月から、はい、月刊加藤義弘がいよいよ、はいはい、始まりまして、ね、その中で天使カード、あ、ごめんなさい、はい、天使悪魔予報っていうのがあるんですよね。加藤先生がその時に下ろしてきた天使からの情報、うん、悪魔からの情報っていうのをお話しされる、うんうん、それを今日ちょっと先行で ね、させていただいて、ちょっと一応お試しで、はい、で一番最後には全体で、はい、天使カード、悪魔ハードカードを引いていただいて、はい、そしてこの今日この会場にいらっしゃってる方々へ、うん、天使からどんなメッセージが来てるのか、うん、悪魔からどんなメッセージが来てるのかっていうのをこの先生がいつも使われてるカードで、はい、カードでやります。リーディングしていただけるということで、これね大変なんですよね、逆らうとね、逆らうと大変なことになるんですけど、逆らった方のね動画の見た方いると思うんですけど、はい、大変なことになりますよ、はいはい、じゃちょっと先生簡単に先生のプロフィールみたいなのを教えていただけますか。まあ一番最初は全然あんまりエクソシストとは程遠い、全く関係ないですね。ですよね、エクソシスト名乗ったのはだってまだ1年ぐらい、1年ぐらいですよね。急成長ですね。すごいですね。変わり続ける男。はい。で元々床屋さんを、はい、床屋やってました。元々は職人だったんですよね。はい、でそこから経営やりまして、はい、でチェーン店化してミニタイヤをしてからカウンセリングとかね、カウンセラーやって、はい、でスピリチュアルカウンセラーやって、はい、コーチやって、はい、エクソシストっていうね、黄金率ですね。すごいですね。ね、これもう、はい。そういったことなんですけども、はい、なんか結構そのいわゆる悪魔払い師っていうとこう、うん、はい、清水バーってかけてえいやみたいな、そんな感じで思ってらっしゃる方がいらっしゃる、ね、清水ってもいろいろありますけどいろんな清水がありますけどそこカットでお願いします。水でね、そうそうそう、どうにかなるもんじゃない、はいはい、ね、でそのあたりのですね、はいはい、その悪魔に対する概念とか、うん、その現代その、はいはい、加藤先生が見られてるその悪魔の状況とかっていうのをちょっとお話しいただくと、はい、うん、まあもう悪魔っていうのはもう昔からずっとね人間をコントロールし続けてたっていうこともね、うん、ナポレオンヒルの前回ね、はい、講演でやりましたけど、はい、ナポレオンヒルの本でね悪魔を出し抜けって本あるんですけど、うん、まあ今までいかに悪魔が人をコントロールしてきたかってことその本にしっかり書かれてるんですね、うん、でそこで書かれてる内容が僕が説明していた悪魔の説明と全く一緒だったんですね。全くって言うと若干違うんですけどね、うん、そこもコントロールが入るんですよ、はい、例えば本とかってね出版されてるものって、はい、皆さんもちろん許しが出て、はい、OK が出て出てるものなんで当然いじられてますね、うん、なんでその辺も僕が読み解いて伝える、うんうん、ってことをやってますよね今ね、うん、やってます。ってことは来月皆さん来ると、はい、そういうことになるわけですけど ね、悪魔の仕組みみたいなのも分かってらっしゃるんですけど、はい、いやそんなこと言ったって、はいはい、悪魔なんていうのは、うんうん、何かその人間の悪行の象徴である、うん、そんなもんいるわけないっていう、はいはい、まあ、ね、方々ね、はいはい、この後、はい、久保先生に、ね、登場していただきますのです、ね、その辺全部こう、はい、分かっていきますもん ね、さっきも打ち合わせしましたけどね、はい、ちゃんとそのすごい話がですね、ね、いろいろで私が、はい、加藤先生やっぱり素晴らしいなと思うのがですね、はい、そのやっぱりこう皆さん、うん、運をいい方向に向けたい、ね、あ、そうですね、うん、その時にこう神頼みとか、うん、はい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 、いろいろ例えばパワースポットに行くとかするんですけど、はい、
それだけではやっぱり変わらない。いいわけないじゃないですか。いいわけねえだろうと。そんなもんで変わったらね、苦労しないですよ。みんな幸せになっちゃうんですよ。そんなもん。そうですよね。うん、てめえそのままで幸せになろうと思ってんじゃねえよ、うん、っていうことをね、当たり前じゃないですか。よくおっしゃるんですよね。で、うん、運を変えるには、うん、やっぱり、はい、自分自身が変わって、うん、天使からの情報、うん、まあ言ったら天界からの情報、うん、で下界からの情報っていうのを、うん、ちゃんと受け取れる、うん、そうだね、体質にならないと、うん、そうなんなきゃ無理。そんな、うん、そうなんなきゃ絶対無理って。無理です、ね、受け取れないと無理ですよね。まず受け取れないと、うん、情報受け取れないのにそんな変形をかかるわけもないし、うんうん、でまず自分の中の悪の部分を見つけていかないと、それをきれいにしていかないと、うんうん、よくなくなるわけがない、うん、私このままでいいのよ、うん、みたいな感じでは、うん、全然ダメ。なんかね、ちょっとどっか行ったらね、それで行くんだったらみんな行くでしょね、100円だけ払えばいいわけでしょ。そんなもんね、そんなもんで変わったらね、世話ないですよ。じゃあなんでこんな事件起きるんですかって話ですよ。はい、そうですよ ね、まあ、今まさにね、悪魔が、うん、完全にルシファー復活しましたからね。5月1日、5月1日完全ルシファーが、はい、まあ、開ける時はみんなね、結構体とか寝たんですよね、みんな、まあ、見ながら感じれるんで、弟子たちとか、はい、なんかお腹痛くなる人間、気持ち悪くなったり、はい、まあ、精神的にすごくね、錯乱したりとかっていうのは起きましたよね、うん、で事件連続でしょ、はい、もう最近すごいですよね。もうこれちゃんと分かってたことで、最初からうん、ね、シュタイナーって方が予告してますよ ね、はい、ね、もうこれが残虐性を持った悪魔がこの世の中を支配していくっていう、はい、その通りになってるでしょ。なるほどです ね、確かに何か最近もうちょっとこう異常というか増してますよね、うんうん、増しますね、そんな気がします。それも街歩いてても悪魔だらけだし、はい、うん、悪魔だらけ、悪魔だらけですよ。まあ、用意してる人見つけるのが結構一つのライフワーク。あ、なんか電車とかでもう、うん、はいはい、電車の中でも見つけちゃうんですよ、ね、見つけますよ、写真撮ってね、軽く写真撮ってですね、隠し撮りしてるんですよね、サクッとこう気づかないふりとピッチパチ撮ってね、で、ひそかに見せてください、ひそかに見せてね。で、見たら、見た人はみんなこれはって言いますもんね。必ずあの写真見た人はあってですよ ね、見れば分かるでしょ。いや、もうぜひ皆さんね、うん、セミナー来ていただきたいんですけど、ね、うん、加藤さんが撮った憑依された方の写真って怖くてもう目が、ね、でそのまた見るたびに目の位置が違ったり、うん、違うんですよ、するんですよ、その都度違うんです、目が動くんですよ、写真っていうものを見せていただけるっていうことなんですよね、うんうん、はい、でもあの子はおそらくもう何かやってますよ。やってる、やってますね。まあ動物は言ってるでしょうね、軽くね、順番があるんですよ、ちゃんとね。この中には今日はなんか、うん、はい、ありますか。うん。誰とは言わんが。いや、うん、ね、はい、基本的に僕の会場に来る人たち、はい、会場はもう結果みたいなのあるんで、はい、皆さんもう入ってこれないんですね、あくまでね、はい、で今日は僕だけじゃない、で、その、お化けの話をする人もいるわけでしょ、はい、それにはそれが必要じゃないですか、はい、ね、寄せつけなかったらそういう話できないじゃないですか、ね、だからそれも入ってきても不思議はないでしょうね、はい、なるほどね。まあだからといってですよね、はい、ちゃんとそれを避ける能力さえあれば大丈夫っていう話だと思うんですけど、まあまあね、まあね、できればね、まあ、こういうのつけてたりするわけですよね、まあ、こういう格好しなきゃダメですよね。こういう格好、バドガールかっていう、ね、アイドルだよね。そうですね、ね、はい、すみません。でですね、そうです、はい、これバッチね。ちょっとね、はい、加藤先生の、はいはい、もう過去のですね、はいはい、私もちょっと一緒させていただいてて、はいはい、びっくりするような、うん、もう事例がバン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 出てきてるので、そうですね、はい、それをちょっとご紹介させていただけたらなと思うんですけども、はいはい、前回の天使悪魔カードリーディング、はいはい、あれすごく良かったですよね。で、まあそのイベントどんなのかって言いますと、うん、一人一人加藤先生の前に来られて、うん、そしてその方が天使カードを1枚、うん、悪魔カードを1枚引くんですよね、うん、そうですね、悪魔カードか、悪魔からですね、で、はい、今起こっていること、うん、悪魔カードで引いて、うん、でその瞬間ある女性がですよ、うん、悪魔カード引いたわけですよ、うん、で加藤先生見たんですよ、うん、見たら加藤先生が一言、うん、あれあなたこれこれに所属してるって聞いたんですよ、ね、そうですね、はい、そしたら、はい、その方すごく可愛らしくて、はい、うんうんうん、ね、綺麗な方ですよ ね、 でまさ か、 なんかそういうふうな素振りも全然見せないし、うんうんうん、まあ、そのことをおそらく言うつもりもなかったし、うん、なかったね、泡吹いてましたよ ね、 そうだね、わなわなしてましたよ。でもそれからもうずっとこんなんですみたいな、ね、なんでバレたんだみたいな、ね、なんでバレた、え、私、え、でも、え、昔からなんですけどみたいな、うんうん、それを抜けるなんてもうありえないみたいな、うんうん、言ってましたよね。ですよね、ね、
で、あの方ね、抜けることになったんですよ。抜けることになったんですか。後日ありましてね、抜けれることになったんです。抜けれる、抜けるようになった。場が整ったんですね。場が整った、そういう状況になった、うん、そういう風になったんです。だ、その教会の方からもう変なやつが今いっぱい入り込んで、すごく教会がめちゃくちゃになってるので、はい、希望者は抜けていいっていうことでね、教会の方がそういう動きを出してきた。だから正しい、いい教会だった。ああ、正しい。カルトじゃなかった。カルトじゃない、うん、変な団体とかそういうわけじゃなくって、うん、じゃなかった。そこに所属していることによって、うん、そうだからちゃんと正しいことを教えてたんだけど、まあその中にやっぱりどうしても組織っていうのは必ず入り込むから、はい、頭が、はい、うん、で支配されちゃってるんで、希望者は抜けてくださいってことを向こうから言ってきた。おお、ね、ね、そういうことが起きるわけですよ。ね、場が変わっていくっていう、はい、その人が変われば場が変わる。ああ、ね、その証明でしょ、また、はい、ね、今日初めて聞いたね。聞きました。ありがとうございます。そういう後日談があったんですね。で、あと、はい、もう一方すごかったんですけど、うん、結構最初の頃ですよね、はいはいはい、まだ、ね、あの加藤先生のイベントが始まって、うん、あれまだ3月とかそのぐらいでしたか ね、 ね、はい、まあ、あの、はい、たくさんの方が来られるセミナーの中で、うん、で、まあ、公開リーディングっていうのを ね、うん、で、なぜ公開で、まあ、うん、悩み事って本当は人に聞かれたくないし、うん、シークレットと思うんですけども、加藤先生のイベントではそれを結構オープンにします、うん、なぜならばなんですけども、うん、やっぱりこう、はい、人の悩みをちゃんと聞くっていうのって、うん、めちゃめちゃ大事なんですよね。大事大事大事で、人の悩みすら聞けないやつが、うん、はい、天からの情報だ、うん、聞けるわけなかろうっていうふうに話してるんですよ ね他人興味ない人間がね、はい、そんな神とつながれるわけがないでしょということを言って、正論ですね。うん、私こういうとこ加藤先生のこう、ね、ちょっと好きです、ありがとうございます、はい、でそこで、はい、まあ、公開の、まあ、リーディングなんですけど、はいはいはい、そこで、まあ、あの来られた方が、はい、まあ、そうだな、まあ、50-60 ぐらいの、そうね、60代の方で、ね、女性の方で、うん、もうお母様のことで非常に悩まれてると、うん、はい、お母様が、うん、まあ、重度のかなりのご病気で、うん、でもどんどん暴れるようになって、うん、もう娘に今まで吐かなかった暴言も吐き出すようになってって、うん、でもうそれだったら病院に施設に入れようってなったんだけども、うん、そんなお金もないしどうしようっていう話をしたんですよね。そうなんですよね。まあ、要は憑依されてたんですけど、うん、まあ、その場で見た時に、まあ、明らかについてるし、うん、まあ、書く言葉もお前誰だとかね、うん、もう殺すぞ、要は殺すぞみたいなこと言うわけです よ、はい、ですよ ね定番のね、はい、で、まあ、精神病院にもちょっと入ってたんですけど、はい、でもう暴れちゃうんでね、はい、暴れちゃうんでもう拘束みたいなのつけられてね、そういう状態だったんですよね、うん、で相談されて、まあ、これ明らかについてますと、うん、でただその方じゃないんです。当事者だったら僕がまあ、そうですね、その場で、ね、はい、だけどその方が好きで疲れてるかの場合が多いんですよ。あ、脅威っていうのは大体そうなんですよ。なるほど、はい、先ほどちょっと久保先生と話しましたよ ね、 ね、控室の喋ってましたけど、はいはいはい、うん、疲れる波長っていうのがある、うん、ある波動っていうのがあるんですね。あるんです、はい、自分の中に悪魔必ずあるから、はい、でそこと つながる、それが強くなった時にそことつながるわけで、はい、うん、だから自分が好きでそうなってる、うんうん、それを好きにやってるもの僕は勝手に払ったりできないでしょ、はい、ね、その支配するっていうのは悪魔のやり方なんで、はい、僕は自由意志っていうのをね、はい、うん、尊重するんでね、はい、だからその方が払ってくれっていうなら払いますけど、はい、じゃない第三者なんで僕はちょっとそれ手出せないですねって話をしたんですね、はい、そこでねしました、はい、ところが、はい、ところが、はい、はい、ところが、払われちゃったんですよ、はい、もうその後ね、すぐにその次の日か、はい、でもう全部それが憑依取れて急にもう態度変わって、すごい甘えるようになっちゃった娘さんにね、今までは殺すとか言ってたのがいきなり猫なで声ね、うん、もうなっちゃって、そうでしかもその病院の料金がね、そう無料になっちゃった、300万ぐらいトータルでかかるって言われてたのに、うん、全然関係ない第三者が、うん、まあ 別、うん、別件でのことで300万ポン、うんうん、あ、それはねコーチング代なんですよ。あ、そう、僕のコーチング代もその方からもらうことになって、それで受けれるようになったと。はで精神病院 の費用もその精神病院 そのシステムがなんか変わったかなんかで、はい、それで無料になっちゃう、無料でいいです、あ、無料でいいですなっちゃった、なっちゃったっていう話なんですよね、はい、話ですね。だから奇跡的ですよね、ね、ね、それはもうザラですよ、はい、いや、この話は、うん、無限寿の方が出している、うん、加藤先生の無料動画の方でも、うん、そうですね、公開されてますの すので、ぜひご覧になっていただければな、はい、というふうに、だからこれビフォーアフターが出てるんですよね、はい、だその
相談してる時のも出てるし、その後の報告のやつもその方出てるから、はい、あの僕がねこういうことあったよって話した話じゃないじゃないですか、はい、皆さん見てるわけで、はい、だからそれだけ信憑性高いでしょ、はい、ね、僕を信頼しできない人でもこれ目の前で起きたわけだから、うん、ね、そうなんですよ、ね、そういうことですよ、そうなんですよね、だから結構本当かなって思う方はぜひその動画も見ていただきたいし、ね、はい、あとリーディングで、うん、本当にその方の表情が変わりますよね、変わりますね、はい、はい、あの結局その肉体っていうのはね、うん、あの中にあるその情報っていう、僕ら脳科学、あ、僕脳科学の専門家でもあるんで、ちょ、情報という言い方使いますけど、その中の情報が変わることによってその外側が変わってくるんですね。内面変わると外側変わるのは当たり前でね、はいはい、お姉ちゃんも変わったもんね、はい、ね、はい、ね、最初会った時はね、もう目がね血走ってたから千葉って殴るだろう、最初言った言葉が ね暴れるでしょって言ったんですよね、暴れます暴れてますみたいなね、それもこれね、アイドル目指したんで、もう、ね、いや、そのアイドル目指すってこう、うん、笑い話かなと思うんですけども、うん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 、実は私、うん、そうだな、うん、20代の後半ぐらいに、うん、そのフジロックフェスティバルにね、行ったんですね、大阪からバスで、うんうん、その時に、うん、その場で T シャツを作れるんですよ、フジロックってロゴが入って自分のサインを書いて、それがすぐプリントアウトされるっていう、うん、その、うん、あのところがあって、うん、そこで私が何て書いたかって言ったら、うん、いつまで経ってもアイドルにえって書いてるんです。素晴らしい、やばくないですかね、いやスター誕生出てたって痛いやつですよ、ね、いやいやいや、でもそれがね、ちょうどだから情報だった、降りてきてた情報だったって、はい、僕から口からアイドルっていうことを、はい、アイドルになりましょうってことが出るわけでしょ、はい、はい、そうです、だからそれ受け取ってるんですよ、考えてるんじゃないんですよ、うん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 、常にあの脳っていうのはあれアンテナですから、うんうん、ね、自分で考えてるようなことでも実は受け取ってるんですよ、いろんなもの、ね、それは下からだったり上からだったりするわけでね、うん、でそれ下からばっかり受け取ってる人間はあの悪いことをばっか考えると、うん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 、いうことですよね。それもちろん自分の中にそういうそのアンテナがそういう悪いところのものを出してるからですね、はい、だから6チャンネルの電波出せば6チャンネルが映るってこっちから出すんですよ、うんうんうん、受信機の方からね、だからそういう状態であの情報を受け取ってるんです普段ね、はい、だから何を出すかっていうのが重要になって、そうですよね、それ変えていかなければ変わんないですよ、はい、そうですね、ね、いや私も本当に加藤先生にいろいろこう指導をいただいて、はい、うん、セミナーなんかも受けて、はいはい、うん、だいぶいい人間になれましたもん、なりましたね、うん、顔変わりましたね、そう変わりました、ね、殺すぞとかいつも殺すぞとかいや本当になんか嫌なことがあったら死ねやってすぐ、うんうん、もう瞬間的に、ね、反射でね、そう、うん、もう0コンマ2秒ぐらいでその殺戮の言葉がこう、うんうん、出るんですよね、殺すっていうのがこうバーってこう出てた人間がですよ、ね、ね、うん、あ、私なんか悪いことしたかなとか、あ、どういう仕組みを作ればこの人は怒らないんだろうとか、なんかそっちに本当に変換されるようになって、うん、それがね、はい、受け取れるようになったってことなんですよ、ね、自分の思い通りにしたいっていうのはこう自分が発信でしょ、でこの人どうしたら幸せになれるのかとか、はい、どうしたらこの人はあの変わるんだろうかとかね、はい、この人どう思ってるんだろうって、これ想像力でしょ、はい、これは、もう受け取るってこと、相手の意識を向こうに、はい、外に向けることですね、はい、うん、それを受け取るような状態になってるからそれができる、それ反応として出るっていうのが、うん、その本当に変わったっていう証拠なんです、はい、そう、うん、それで本当に加藤先生と一緒にやってると、うん、ミニエクササイズをくれるんですよね、うん、7日間これやってみなっていうね、はいはいはい、そうです、それもこうちょっと楽しいですよね、そうですね、はい、はい、それがあの要はあのできないことみんなやろうとするんだけど絶対無理でしょ、なんか目標とか、ね、そうです、できないことばっかりやるでしょ、はい、できるわけないんだからできるわけない、だからできることちっちゃいことを変えていくんですよ、はい、で人間もこの世界もそうですけどフラクタクル構造ってね、ちっちゃいもの同じものがずっと全部こう重なってなってるわけで、はい、このちっちゃいとこ変えていけばいいんですよ、フラクタクルだから、はい、でここ変えていけば全体が変わっていくっていう、はい、だからその簡単なことをやるだけなんですね、ですよね、